10周年、ギザ祭り15周年で一つ前に踊っていた、曲がですね、ヤマトという曲を作っていただいた曲も3年踊ったかな、コロナの時から踊っていて3年踊ってて、新曲作りたいねっていう話をちょうどしていてですね、もちろん雄一郎先生に相談をしてですね、新曲をっていう中でこの三つどもえ、最終的には四つどもえのプロジェクトの話があってですね、正直なところですね、チームの中では悩んだりもしました、自分たちの曲を、作りたいよねって自分たちだけが踊る曲を作りたいねっていう意見ももちろん当初あってですね、三つどもえっていうこの曲とは別にもう一つ軌道として曲を作ってっていうような、考えもあってですね、ありました当時ね、当初はあったんですけども、やっぱりその原田さんという雄一郎先生にこの水止めっていうことを通してこんなことやりたいのっていう話を聞いた時にですね、なんかその自分たちのとか軌道の軌道だけがとか自分たちだけがとか、言ってるのが、さっきのイースフレームの話じゃないですけど、なんか自分らが良かったらいいみたいな、自分たちの何かを守るみたいな、なんかそういう考えにとらわれてるよなっていうことをすごい思い込んでですね、で何回もっていう話はしてないけどね、話はしてないけど、まあ、みんなで話してもういいんじゃないそれでってそれがいいんじゃないどう考えても、その菅先生がやりたかったことを今真剣にその思いを引き継いでやろうとしている先生たちに言ってることをもう 110% 賛同して一緒にやればいいじゃないっていうことに、あもうすっとなったね、もうそんな反対する人もいなく、パワハラとかじゃないんですよ、反対する人もいなくね、パワハラじゃないんですよ、本当ね、昨日劇でも言いましたけど、アットホームな感じですから、すっとなりました。で、この、ウィロックシリーズという中の一つをね、今日はこうして踊らさせていただくことになりました。本当に音楽聴いた時から、そして振り付けを見せていただいた時から、もうワクワクしっぱなしで、やったやった時はお披露目かったな、もういろいろ飛ぶよねっていうことがね、予想されるんですけども、一生懸命心をここに置いてね、やりたいなと思います。魅力は、ホタルさんがもう先ほどから見せていただいて、来光という踊りと、原点、僕たちが今から踊る原点、そして、今制作中と言っているんでしょうかね、焦点、そして、スライザナイレンさんの歓喜という4つがあるんですけども、原点という曲の漢字はですね、僕たちがこのお祭りの原点という自分たちの原点はないっていう、原っぱの原と点とは違ってですね、元気の元、元元ですね、元と、天は天ですね、その天、原点という漢字を書きます。意味はですね、人として本来あるべき姿を、取り戻すというか、あるべき姿があるでしょう、あなたの中に。それを自分の中から発しましょうよっていうことだというふうに聞いております。こう、踊りを15年、お祭りを15年やっている中で、さっき、市長さん言ってくださいました。本当にこれ、後ろの足場というか、このステージ組むのに、小野田工業さんがね、心だけでやってくださってたりとかですね、川西テントさんというテント屋さんがね、このテントも僕らが来るとっくに前から用意してくださってたりとかですね、キッチンカーの皆さん来てくれたりとかですね、もう今は今日で踊ってなくても、関わってた人がパッて助けに来てくれる吉本さんだったりとか、しおりも来てくれてるし、なんかそういう人と人をやってきたからこそ今繋がってるなっていうことを感じます。そういうものにもありがとうございますっていう気持ちもちろんあって、お返ししたいなという気持ちいっぱいあります。それを踊りで表現できたらなってそれは思うんですけども、原点っていうこのね、普段僕たちがよく使う原点っていうことを忘れてはダメだなとか、見失ったらあかんよなって菅先生が、教えてくれたこの一生懸命心を踊らせましょうという踊り、見失ったらあかんよな、忘れたらあかんよな、これが好きで好きでやってるよなっていうことを思い出したとして、しっかり今心に留めたとしてですね、大事なことは、で、明日からどうすんのよっていうことだなと思うんです。それを思い出しました。
で、なんかわーってこう、わーって今からやって、ああ、よかったな、さよならっていうのだけじゃなくて、思い出して、じゃあこの今日からもう一歩、次の明日にどんなことを持っていけるのかな。今日は一日ここでいろんなこと、いろんな人の生き様を見せてもらって、ああ、もう明日から、僕は新学期なんですね、明日から。子供たち登校してくる前ですね、キラッキラの先生で、明日学校に行きたいなというふうに思ってます。なんか、そういうものを、自分の中のスタートのもの、大切なものっていうことをしっかり思い出したことで、そして皆さんのそういう話を聞いたことで、カッてこの中にね、その原点っていうものが、もう一個、しっかりと、自分の心臓の真横ぐらいにね、ガンって入ったような気がして、今なんか、すごい心が、スッと立ってるような、僕は心もしています。原点というこの曲をね、一生懸命踊ることで、僕は自分が、この瞬間からまた一から頑張っていきます。原点なんて、原点ってスタートのゼロ地点なので、一から頑張っていきますという、新たな決意を込めて今から一生懸命踊りたいなと思います。皆さんどうか最後まで見届けていただけたらなと思います。応援してください。よろしくお願いします。人が自分以外のために生きたとき、その力は、エネルギーは、地域を超え、個人を超え、世界を超えて全てに届く。そのエネルギーを今ここ昨日より発信します。昨日ミラクル原点、
大好きな、皆様に見守られながら魅力原点を広めさせていただくことができました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日が僕たちにとっては、僕にとっては20年目の15年目のゼロ褒めの日になりました。明日からこの原点を忘れずにまた一歩目を歩き出していきたいなと思います。皆様よかったら末永くどうぞどうぞこの鬼道と生き様祭りとまたここでお会いできますこと楽しみにしております。本日は本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。よし、はい、それではお祭りのフィナーレということで、全然雨とか降らなかったですね。ありがとうございます。曇りってすらないですね。最後にみんなで総踊りを、まほろばですよね。あれ